こんにちは、皆さん。小山内さん、かわいい、ありがとう、くまねパパ、キラキラ、ありがとう。やんなよ、明日、スペイブ当たらなかったけど、いいじゃん、アビ。当たらなかったの？本当に明日来るのだよね。教えて。もっとめっちゃ楽しみなの、本当に明日。ザッキー300回目の本番、ありがとう。リクワさん、ラビュー。小山内さん、こんばんは。イーサクさん、こんばんは。お、ネク結婚してありがとう。今日、求婚の日なんでしょ？今日、求婚の日だから結婚してあげる。求婚の日は結婚してあげるよ、みんな。結婚しようね。めちっこんで、寒い、そう、寒いの、言うてね、2枚しか着てないんだよ。そう、今日は。でもね、今日ね、今日は小学生ぶりの2杯靴下を履いてて、久々に。やったー、泣いてる。今日だけだよ。求婚、結婚求める日みたいな、なんかゆうなんがあげてて、あ、じゃあ今日は結婚 OK みたいな。かやまちゃん結婚していいよいいよ、もう今日みんなと結婚しちゃうから。でもまあまあ、結婚してに OK っていうのは、今日はみんなにだから、まあめっちゃ私たくさんの人と一夫多妻制みたいな感じで、みんなで結婚しちゃうことになるけど、それでいいなら結婚してもいいよ。ありがとう。ありがとう、かやまちさん。くまちゃん、ありがとう。だ、今日ね、今帰ってきた。本当に数分前。3分前に帰ってきた。3分前に帰ってきたから、みんなただいま。ウニン、ハートありがとう。だから、せんはずれたの家で水飲んで暴れます。暴れないでください。ウニン、ハートありがとう。今年1、嬉しいです。本当に重厚になるよ。しんちゃんさん、こんばんは。ズキヤマさん、キラキラありがとう。マッツ、ラビュー。あ、ポスト見たんだけど、ポイント足りない。え、どういうこと？ポイント足りないって。求婚待ってるよーって。うが、あの、手ある下下下。リカさん、結婚して、いやいやいやしよ。結婚、仕事中なので顔出しただけ。しゅんちゃん、お疲れ、頑張って。りーちゃん、神ありがとう。ぐーさん、ナビよ。かやまちさん、神ありがとう。ありがとう。今日は明日のスペイベのためにお洋服をね、買いに行ったんですよ。はい。買いに行ったんです。明日のために。にこんばんは。ミッキーさん、くまちゃん、ありがとう。そっちだったら結婚して。じゃあ私に言わないでください。明日でこれからもおすか。今までありがとうございましたか。わかり。もうなんで？絶対来て。ミッキーちゃん、かわいいよ。ありがとう。すくちさん、ありがとう。どういう中にいるぞ。もういいよ。今日はお洋服を買ってきたんです。嬉しい。まあ言うて、4着しか買ってないんだけど。その中にいるさ、もいいよー。猫ハートありがとう。ワンさん、ラビュー。ヤシーさん、ラビュー。エモ、ジェームオハチさん、ラビュー。キュニー、ラブー。ありがとう。響きの大好きなヨーグルト、飲むヨーグルト。なんだかね、皆さん、キラキラありがとう。でも外れた人が言ったら帰らされそうで、そらそうだ。ふふふ、ほまかせ、イエッフー、キュニー、ラブ、ありがとう。ニグルソと、こんばんは。今日は4着買ったんです。明日お話じゃなくて、明日スペイベなので、ファンの人と遊ぶの楽しみ。どんな感じなんだろうね。初めてだからわかんないけどさ。ルシさん、こんばんは。ラビュー。こんにちは。こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。見て見て。キ
昨日コンビニでパンマットを見つけて買いました。200円だったよこれ。安くない？パンマットを見つけました。なんかこれのやつ見つけたから買っちゃった。マフラーない方がいいよねこれ。連続でフィッキーはザラの服持ってますか？持ってますよ。靴も持ってますよ。沢さんに兄ちゃん任せて。わよ、わかりますかね？ダメですよ。猫もだよ。わし行けないけど、昨日兄ちゃんと調べてきたから、いいもん。確かに一番目したもんね。鉄兄さん、ラミューはキラキラ100投げ完了、ありがとう。ありがとう、ほんと。てか楽しみですわ、ほんとに。まじさ、今日も寒くて寒かった。今 X 見たとこ、ありがとう、私さ。ありがとう。今日はね、こんな服。ひびきはそのお高い服を買わないので、今回もそんなにお高い服は買ってないんですけど。ひきは西野カナさんの何の曲歌いますか？歌わないですね、あんまり。歌わないかな。この旅はこんな私を選んでくれて。ゆんぴゃん、きみゃんにでーす。ボブさん、こんばんは。ゆーいちゃん、ラビュー。朝生でテレビさん、ラビュー。ゆんぴょかわいい、ありがとう。ちゃんちちゃちちゃん。ちち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 。リバーさん、ラビュー、ザッキーさん、ラビュー、グアンさん、ラビュー、ペンペン、スキメンジュルン。ティーカ、イェフー。ユイチさん、こんばんは、こんばんは。チキーさん、ハートありがとう。ありがとう。ありがとうね。今日は、お部屋の掃除したいと思います。ちょっとね、また最近、お部屋がね、汚くなりつつあるので、綺麗にしなきゃいけない。お、今日は清楚ギャルメイクなのかな。清楚だし、今日のメイク好き。ほんとありがとう。今日カラコン入れたんだ。今日昨日言ってたカラコンなんだけど、ちょっとあれじゃない、ナチュラルカラコンです。これは浜子さん、ハートありがとう。浜子さん、ハートありがとうございます。お手紙練習出したいなと思って、出してお待ちしております。ほゆうさん、キラキラありがとう。適切言うよね、それな。めっちゃ流行ってたしね、一時期。一個ビッキーを500円で全身コーデして。500円で全身コーデはできません。ハモコさん、ハッタありがとう。ホイユーさん、ハッタありがとう。寝ます、おやすみなさい。やつしさん、猫キラキラありがとう。ハモコさん、ハッタありがとうございます。バイト、おやすみ。ナスノさん、こんばんは。ナイスありがとう、こちらこそ。ハモクさん、ハッタありがとうございます。キムキさん、こんばんは。ノブロブシさん、ハッタありがとう。ユイチさん、キラキラありがとう。私も書こう、書いて絶対書いて。うん、読み込むには、玄関と水回りをきれいにしようかな。確かに玄関と水回りきれいにするね。きれいにしなきゃね、ほんと。よしてさん、ラミューティーカー結婚して、いいよいいよいいよ。今日は結婚する日なんで、いいよ。えいちーさん、こんばんは。かみとりさん、ラビュー。ルーズソックスってプレゼントできるのか、いや、わかんない。わかんない。どうなんだろう。でも、なんか書いてあるよね。ダメなやつって。でも、まだ研究生は、プレゼントはね、送れないですか。悲しいですね。じゃあ、今日も寒いね。お鍋が美味しいよ。美味しいよね、鍋。今日はね、リーチと、弥生県に行ってきました。定食屋さん。うん、大好きだから、定食屋さん。弥生県は、私は、福岡でバイトしてた時に、もう、コールセンターだったから、
その時の休憩時間にもう毎日野獣県に行ってました。お仕事の時はもう野獣県に毎日行ってました。そうだから毎週土曜日日曜日は全部野獣県だったよ記憶があります。汚くないよ。毎週早いけど明日朝早い感じ。違うよ。今日は普通にちょっとメイクもしてるしおしゃれもしてるから早く配信しようと思っただけ。ひーちゃんノリノリ、ひーちゃんノリノリ。え、いいよ、いいよ、言うていこう。今日結婚していい日だから。ひーかはた、ありがとう。まだレターのみ。そう、レターのみなんだ、悲しいことに。でもレターだけでもめっちゃ嬉しいんです。定食好きね。そう、定食大好き。もう一個も好きです。ありがとう。ですよねー。ビキよ、てなか。いやー、よいけんのローテ。ローテ？いやー、全然行かない。今日、本当、オートエンに行こうって言ってたんですけど、そう。よいけんに行きました。オートエは広島来てから一回も行ってないな。中尾も最近行ってないですね。谷松さん、ラビュー。この前お手紙送りました。ありがとうございます。まだ、ひびきの手には届いてないので、また来るかな。でもお姉さんメッセージ書き忘れた？忘れた？今日ね、タワリコ行ってきたんですよ。行ってきました、ちょっと。見つけたかわかんないけど。これララちゃんにも、まあ、確かに。テンサランビュー。ワフィーさん、イッフー、イッフー。手紙何書いたらいいか、自己紹介とか。え？何でもいいよ。何でも書いて。テンさん、キラキラありがとう。次のお話し会、カラコンしてくれ。カラコンしてきて。いいよ、カラコンしてきて、響きの代わりに。響きの代わりにカラコンしてきて。私がカラコンしたいよ。手紙送ろうと思うんだけど、違う。何なんだよ。リグチ、嬉しいよ。何でも嬉しいよ。送って、本当に。ほんと、冬だけ。今日でっかいカキフライあるし、そうなの？私カキフライ食べれないからな。まず食べないからな。クロさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんはです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ピキは待たせるよりも待たされる方が待たせるよ、待たされる方が楽ですか？待たされる方が楽かもしんない。だって待たされてもさ、どっか行っとくし、音楽聴いとくしって感じ。違い立っても、うん。タレコ行った？そう。でも書いてあった、書いてあった、書いてあった。レターになりさ、レターセット探し中、書いてくださいよ。背中に皆さん、キラキラありがとう、僕対抗、僕対来て。ひーちゃんの書いたページに、ワイもメッセージ書いてきたけど。待って、そこのページ私見てないわ。そこのページ見てきてない、そういえば。見てない、そこのページ。めっちゃそのさ、探すの大変すぎてさ。仕事帰りにたまに外食しようと思うけど、食べ終わってからチャリで帰るのがしんどい、やめてる。あ、そうなん。確かに、それもそれだよね。家で食べる方が一番楽だもんね、やっぱ。ひーちゃんにハマって、お話し会5枚燃やしてて、嬉しいの、ブイチさん。嬉しい、ありがとう。たくさん話そうね。ひーちゃんにハマってください、たくさん。たくさんひーちゃんにハマってくださいな。ハマって、ハマって。ハラさん、ラビュー。ウピさん、こんばんは。ハルオさん、100回目のほうもありがとうございます。ありがとう。なんか言ったら、2月分増えた。あのノート、そうなの？いや、確かに。もう見るたび見るたびすごい増えてますね。ビッケの即興で作るありがとうやこんばんの曲は基本クオリティ低い、クオリティ低いとか言うな。
まだ誰かの後に誕生日おめでとう書いてない。書いてなかった、確かに。次行ったら自分の書いたページには上の方に印つけとけば、確かにね。最近全然タワレコ行ってなかったからさ、地球行きたいなと。よいちさんこんばんは。待たされる方が良いな。手紙書くから5年待って。5年待ってない、ごめん、それはちょっと待てないわ。手紙は待てないっすわ。よいちさんハートありがとう。もうすぐ待ってるよ手紙なんて。箱にゃんさこんばんは。お手紙はもういつでもかしこでも待ってますから、送ってください。本当にお待ちしてますからね。決まってる。結婚してあげたら、いつかいいチェフリブいてくれるかね。いや、ワンチャン。ワンチャンね。まあ、ワンチャンね。一分の一かな。違うな。一分の四。違うな。なんだ。しかし、そう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 。ひらつくさん、かま、大阪からひーちゃんにハマっ、沼った。え？嬉しい。めっちゃ沼ってくださいよ。もっともっと。もっともっと。もっともっと沼ってください。嬉しいです、すごく。黒子ですごい大人っぽい。本当？そう、もう今日本当に結構響きの少な、好きな服装してるんです。スカートもね、グレーのスカート履いてて、2杯の靴下履いてる。最高に可愛い。最高に可愛いコーデです、今日。本当になんか、結構好きなコーデしてますから、今日。嬉しい。ありがとう、イラつくさん。褒めてくれて。今日はね、あまりしない、無理しない服装。こういう服装が結構好きだからね。任される方が。さやまっちゅうさん、こんばんは。ひらつくさん、ハートありがとう。1回100やん。100じゃないわ。手紙は文が短くても大丈夫。大丈夫、書いてくれるだけで嬉しいよ。あ、両手。ファンレターじゃなく、ラブレターでもよか。ラブレターでもよか。いいよ。2杯。絶対領域ですか。どういうこと？絶対領域って。どういうこと？猫、誰もありがとう。猫子、誰もありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ほう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 。さやまっちさん。星ありがとう。シーツラビュー。たまたうささんとページメンバーでさ、あれ偶然でした。あ、そうなの？うささんのやつ見た。写真撮った。おー、見えてる。少し見えてるコーデです。そうです、そうです。あたまさん、ラビュー。ハロー、ハロー、福ちゃんさん、ラビュー。この前、ハネタ書いた何にクレーム忘れちゃった。え、忘れちゃった？え？うん、確かにニックネームは書いてなかったかもしんない。書いてないよね、確かに。ここにありますからね。猫の名前は書かれてませんけど、これ猫でしょ、完璧。プーさん猫でしょ。またね、またね。フェルナンドさん、ラビュー。新地さん、キラキラ、ありがとう。マリケンギャさん、看板響き、看板は、ハイヤさん、ハート、ありがとう。ありがとう、ひーちゃん。今日ディズニー行ったよ。え、いいな、ディズニー。私もディズニー行きたいな。ハイヤさん、ハート、ありがとう。心拍さん、ラビュー。マリケンギャさん、キラキラ、ありがとう。ひながな、斎藤さん、こんばんは、こんばんは。ね、今日めっちゃさ、目いい感じじゃない？まつげ。まつげめっちゃ最高なんだけど。まつげ最高なんだけど。はじっち、好き見えるね。僕もその中のいつ書いてくことにしてもらえますかね。書いたことにしてもらえます？書いてないじゃん。ナチュラルの神。神。いい感じ？いい感じかな？
ニックネーム書かないの分かるのが、まあ、いや分かるよね。うん、書き方が猫だよね。ドアップ買いすぎる、ほんと？でも美しい。最近ね、あんま調子悪かったんだけど、戻ってるわ、二人の調子が。嬉しい。ギャバさ、こんばんは。ギャルメイクにしては薄すぎない？ギャルメイクしないもん。たっくん、いいやんって。たっくんとかやんなことないんだけど。たかさん、こんばんは。なんかやる気が出る文章ありましたか？やる気が出る文章ありましたよ、たくさん。ありました、ありました。嬉しい文がありましたよ。なんかよく見てるなーって思う文があったりとか。ありましたね。そう、お手紙の中にはよく響きのことを見てくれてるなーっていう文がありまして。響き、白色も美しい、ブルベ優秀、響き、ブルベじゃないんですよ、それがね。もう完璧の、いや、まあ、前は、なんかブルベ、冬も入ってるんですけど、でも本当にイエベが強いです。そう、多少の加工フィルター入ってるからさ、肌綺麗フィルター入ってるから、これ、白く見えるけど、普通に私、もう肌、白くないから、茶色とか黄色だから。おじいちゃん、ありがとう。ありがとう。でも嬉しいよ。白色。肌が白いって。書いてないけど、なんか書いてないので照れないで。書いてないのに照れないで。たた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 。チチ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 いつまでは白いかもしれない。でもちちゃん、ありがとう。ありがとう。よかったぞ、イエフー。キツネさん、スキメルル、はじめまして。一世法定と三権形成の浜響です。どこまで書こうか迷うけど、短くないのに長く書いて。じゃあめっちゃ長く書いていいよ。待ってるよ、長文待ってる。長文大好きだから長文書いて。うんうんうん、任される方が。ピンクリップめっちゃね、ありがとう。ありがとう。ピンク、ピンクに見える。確かにピンクに見える。明日分考えて来週書く。待ってるね、グリーン。めっちゃ待ってます。めっちゃお待ちしておりますよ。そんなちゃ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 ん、自宅さんのビュー、ラビラビー。でもやっぱ私さ、自分でさ、自分の DMM 見て、髪の毛絶対短い方がいいわって思った。自分で思いましたね。絶対短い方がいいって思いました。はい。グアム自体さん、カンマー、カンマー東京って、川なしさん、ラビュー、絶対買いすぎ。ほんと？短い方がいいなって自分で思ったから、めっちゃ思いましたね。それは結構さ、長い時も素敵でしたけど、ありがとう。長い時も嬉しい。でもあれなんだよね、なんだっけ、この間の僕隊のリハーサルの時に、日暮らしもリハーサルしたんだけど、その時に撮った動画がめっちゃ結構よく歌えてて、しかも普通のカメラでビデオ携帯で撮ってあったから、なんかいい感じに聞こえたんだけど、リハーサルの方が調子良かったかな、どっちかっていうと。むちゃちゃ、かまかまー。はるさん、どうもありがとうございます。
と思ったんですよね。お父さん、ガマガマ。日暮らしが泣いてる場所。見て、いちごにもらったんです。平田由紀さんの。いちごにもらったんです。平田由紀さんのやつを。私大好きで。嬉しいと。なんかの時に、もう一度。毎回住所を取りたかったなと思う今日この頃。いやどうせ髪の毛とか伸びるから伸びるから大丈夫だよ。いちご、そういちごがね、ひーちゃんのタンブレはこれあげるよって言われてもらいました。平田ちゃん好き、そうそう、平田ゆきちゃん本当に大好きなんですよ。私もう顔が好きで、あの恋しての時から見てるんだけど、ほんまに好きで、そうめっちゃ好きで、そうしたらひーちゃんに平田ゆきちゃんのやつあげるよくれたんです。嬉しい。さ、まさおかこうじさかま、伸びない髪もあります。伸びますよ。1位ですよね、うん、大事にねしときたいと思います。こちらじゃ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 んだらだらだら、チェキーさん、こんばんは。ちづるさん、ぽい。こんにちは。ハロ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 ー。なんかしようかな、今日。なんかすることある？みんな。今日なんかしようかな。なんもないけど。なおとくんに今日することないんだけどさ。なんかしようかな。今、この前の僕大公演で見てる？嬉しい。もう最初のブロックは本当汗だくすぎて本当に嫌なんだよね。汗だくしすぎて見てられない本当に。だからさ、まだマシなのが、あの竹内先輩が終わってからの時が、もう私裏でめっちゃ頑張って汗止めてるから、汗をドライブワーってブワーってして、もう汗ブワーって拭いてグワーってやってるから、もう面白いよね。普通にさ、普通に考えてさ、あの日暮らし、もうアイドルとか日暮らしの時まではもう結構髪の毛崩れてるんだけど、なんかあの4曲が終わってからめっちゃ崩れまくってるんだけど、もう急いで、あのちょうど汗だくひーちゃんめっちゃ嫌本当に汗ひどくて、響き本当にコンプレックスなんよ。そう、注射打とうかなぐらいコンプレックスで汗が、そうそう、もう誰よりもさ、もう汗かくから、それがさ嫌でさ、もう裏でさ日暮らし終わった後にすぐブワーってドヤかけて、顔拭いて、こう全部ね完璧にして、あの竹内先輩出てるから急激に竹内先輩から元の髪前髪に戻ってんのがめっちゃおもろいんだよね。まあどうせその後も崩れるんだけど、多少はね。やっほーって。ラララン、ラジオ体操好きです。あれ、毎回変えてるんですよ。知ってますか？髪切っても汗だくでよ、今日ま。メロディーさん、ラビュー。G ギターさん、ラビュー。一側くれるの、そこ。で、答えたら気まずいでした。え？答えられません。しおりさん、ラブありがとう。どの服のコーデが良いか、みんなで考えましょう。どういうこと？しおりさん、キルキありがとう。それってもヒー、それもヒーのいいところじゃないですか。嫌ですよ。いや別にね、汗かくのは悪いことじゃないけど、響きは汗かかない方が好きです。ヒーちゃん欲しい。頑張ってね。もう楽しみすぎるから、本当に。どなたが来るのかがすごい楽しみですね。デイさん、ハートありがとう。もちろん DMM で確認してます。ほんと？ヒーちゃんアバター欲しい。ほんと？ダサくしてるから目立たないです。いや目立ちますよ。ネイルはしないんだけど、ネイルはねダメだからしない。今日髪の毛めっちゃ綺麗なんだけど、どうしよう。どう綺麗ですか？
綺麗ちゃんですか？夏は汗やばい。そうだよ、夏はもっとやばいよ。いや、冬であんな汗かくからね。パレード決まったけどないね。やばい、ために会議しましょう。会議しましょう。やりたいですよね、いつかね。ハートとか来るかも。来ないよ。綺麗です、本当。アベマいつも楽しく見てます。ありがとう、カツヤンさん。ありがとう。見てください、来週も。来週の方が面白いかもね。来週、もう今週面白かったけどね。ひーちゃん25万達成してアバター使いたーい。達成して、アバター、25万達成したら、アバター使えるの？どういうこと？全然わかんないんだよね。ブーシュって感じ。人差し指空に向けて待ち続けよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方。カラオケしようかな。どう？どう思う？みんな。少しだけカラオケしようかな。喉はまあまあまあ。行けなくもないかなって感じ。でした。うん、うましいね。カラオケしよっかな。聞いてくれる人がいるなら聞くで歌っちゃうかな。まだ風船あるから、ここに。本当にみんな来たらね、風船でみんなバレーボールしてるから。絶対的にさ、寒いのはさ、ま、ドアが開いてるからだよね。ちょっと待って、あんまり寒いんだけど、待ってくださいね。よし。明日の手紙は歌わないですよ。この前僕隊は喉調子よかった。え、いや悪かったんだけど、なんか歌ったらそうでもなかったんだよね。ヨッキーだった。まだしっかりお茶買ってきたからカラオケしようかなと思って。この前の公演見て今頃だけど響さんだと知りました。え、どういうこと？髪切ったから気づかなかったってこと？にきやかさラビュー、さとさラビュー。じゃあカラオケ少しだけしよっかな。何にしようかな。やっぱり僕にとか歌っちゃう。どうちゃ飲んでか。ギャルのなあ、気も歌えませんよ。いつの間にか髪切ってね、髪切りましたよ。まだ先生覚えきれてないので。あ、だそうなの。イエーイ、髪切りました。浜田響です。覚えてくださいね。うん、じゃあ僕にをちょっと歌おうか。そう、やばい、ヨーグルト飲み干しちゃったからさ。え、めっちゃこもってるねえ。
こもらないで。こもってる？治った？治りましたか？どう？治ってない？もしかしてだけど、治ってない？治った？こもってない？もう。治りました？こもりは。じゃあ、カラオケしようかな。3期生のメンバー招待投稿。あんたのメンバーどうしようか、それね。どういうこと？じゃあ、カラオケしようかな。じゃあ。ね、聞いてくださいね。夢だけどこんなにじゃない、一人きりが一番楽だと思う。ちょっと曇ってない？ちょっと待って、音が曇ってる気がするんだけど、ちょっと待って。え、なんでこんな曇ってるん？え、曇ってるよね。こもってる。え、音こもってるよね。え、こもってるよね。めっちゃ待って、自分で思ったよ今。あ、ごめん。めっちゃ。歌い始めたら自分の声聞こえるからめっちゃ困ってますよね。差し直したんですけど、なりました。どうですか？この携帯さ、いとき使ってないか。なりましたか？なんで？ふざけてるよ。なりました？ちょっと待って、もう一回。治ってないよね。もしかして、治りましたか？え、なんか治ってなくないか。こもってるよね、普通に考えてさ。なんで？本当になんで？これ古いやつだっけ？このイヤホン古くないよね。え、こもってるよね、普通に。あ、ごめんね。イヤホンでさ、すいません。はぁー。ちょっと待って、ほんまに無理。待って、めっちゃこもってるんやけど。悲しいから、普通に考えて。重ねに刺したらなんか。何がおかしいの、これ。どういうこと？どういうことなんだけど。あー。治りましたか？治りました？治った？こもったの治った？でももうちょっと自分の声が聞こえるはずなんだよね。もうちょっと自分の声が聞こえるはずだから、こんなに聞こえづらいことないんで。自分の声聞こえないって歌いづらくて歌えないんだけど。はぁーはっはっはぁひーふへほー。めっちゃこもってる。もうこもってる。さっき浅くさした時全然、あとね、いや、マイクの音量とかあるの？あー
どういうこと？うん、絶対おかしいよねこれ。マイクの音量は、なんで？なんでできないの？調べてもしかし、困ったらなんか戻りにくいよ確か。マジ？え、でもみんなは、みんな困ってる？みんな困ってる？みんなが困ってないな、絶対。でもなんか、でも困ってたらさ、ちょっと嫌だけど、ひびきは。困ってると、カラオケはクリア、ほんま？1月20日の大阪のひびきのツーショット、写真のレーン楽しかったら行ってみてください。来てください、宮本浩二。浩二さんかな、これは。浩一さん？どっち？来てください、ぜひ。あ、困ってるらしいよ。ちょ、待って、自分のショールームに行っちゃおう。自分のショールーム見ちゃおう。ちょっと待って、自分のショールーム見れないよね、普通に考えて。自分のショールーム、自分ショールームしてんだもんね、こっちで。これは、差し方が悪い。イヤホンのせいなのかな、これは。誰のせいなの？ちょっと自分の配信は見れなかったわ。こんにちは。聞こえないですね。聞こえない。あー、こもってるよね、なんかさ。なんかめっちゃこもってるよね。待って。え、めっちゃこもってる。え、めっちゃこもってるじゃん。絶対この携帯のせいだから。鼻声っぽいね、それな。こもってるわー。この携帯も古いからこもってんのかな。ショッキング。ショッキングーって感じ。ねえ、めっちゃこもってる。イヤホンのせい、これは。携帯のせいな気がする。治った？治ったかな？治ったかな？なんで？ほんとに。治った？イェッフー！アイさん、イェッフー！治りましたかね？ヘルさん、キラキラありがとう。治りましたか？ふふーってしたんだけど、ふふーってした。イェッフー、イェッフー。山さん、多分まだか。もういいや。もういいや。もうショック。結構ショッキングかもしれない。ショッキングー！やべきの声、かん、こだわりしてないし。ちょっと待ってね。こもってるわ、普通に考えて。もういい。カラオケ。カラオケマイクは、なるよ。なるけど。他のイヤホンできたらどう？これで、このイヤホンが悪いから違うイヤホンでやってみるね。で、違うイヤホンでよかったらもう携帯のせい。もう一個のイヤホンあった。古い方のイヤホン。
バリバリなってる。えぐいね。これは？このイヤホン変わんない？携帯のせいかな、やっぱ。変わった？これ。治った？マジ？え？このイヤホン、こっちのイヤホンの方が古いんだけど。まだマシ？ちょっと待ってね。じゃあちょっと自分も。お、治ってる。え、びっくり。え、治ってる。え、治ってるんだけど。え？どういうこと？じゃあちょっと歌いますね。治ってるって気まずやっぱさっきのマイクおかしかったのかな。買ってそんな数字買ってないの。じゃあ歌います。めっちゃ聞こえる。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の春も僕は寂しくなかった。街の中にどんな人がいたって喧騒が溢れてたとしても、肩にかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。
ありがとうござりまする。ね、大切なところで買いましたよね、本当に。怒っちゃうんだから。怒っちゃうんだから。ね、大事なところで買いました。まあ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 。ちょっと、立って歌おう。よし。場所移動しちゃおう。立って歌おう、おう。あれ三脚とか私どこいたっけ。あれ三脚がないわ。三脚がないわ。三脚がないと、三脚ないとあっちで配信できないんだけど。あれちょっと待ってね。立つの珍しくないよ。新しいマイクは残念でした。それな、こないだまで全然だったのに、なんでかね。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に、あれ？いい！ヒーの三脚ありましたから、ちょっと待ってね。よし、トゥントゥン、ちょっと待ってね。寒いんで、ちょっと寒いので、テン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 テレテテテン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 テレテンテンテテレレレンテンテレレンテテンテンテテンテンテンテレテテンテン。あ、めっちゃ青いじゃん、めっちゃ青いじゃん。人生であと何回。はい、ここでいいわ。ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください。大好きだよ、響き。この歌ほんまに好き。この歌だったら毎日歌えます。ずっと歌えます。ヒーの足見れません。ちーちゃん、音符ありがとう。なんかさ、曇ってる？曇ってる気がするの、私だけ？はい、ケーキ。またね。次それで帰ってきました。
何の歌にしようかな。僕の太陽。僕の太陽とかにしてみよう。あ、なななんとかさ、多分入ってないんだよね、カラオケに。じゃあ僕と歌います。カラオケに僕と歌ったさ、夕日を見ている方さ、ひまわりとかないんだよ。日暮らしもないし、悲しい。あー、
チポ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 チ。ひゆき、ありがとう。ありがとう、みんな。ありがとう。ゲストもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと待って。お茶飲まして。ありがとうございます。イェーイ。ヒー、コールはヒーちゃんになったの？コールはヒーちゃんだった。わかんない。ヒーちゃんっていう人が多いけどね。なんかどっちもいるよね。人差し指。なんか歌おうかな。何しよう。お腹痛。お腹痛いんだけど、どうしたらいい？助けて。普通に助けて、お腹痛いから。母の日になれば、うん、ああポキって言った。聞こえた？みんなポキポキっつったよ。君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、ささみゆき、悲しみをちぎて北風に吹かれ。私ハモちゃん、ハモちゃんとか絶対やめて。ハモちゃんとか絶対だ。ずっと響きって呼んでる。本当どっちでもいいよ。それやった方がいいんかな。でもひーちゃんとひーたん、ひーたんがさいるときにさ、ひーちゃんとひーたんって絶対分かりくる、辛いから響きの方がいい気もしてる。だから僕の太陽のときはなんだっけ、さっき言ったとこ、僕はいつも君のそばにいるよ、ひーちゃんって自分で言ってるよ。そう。お、テリーさん好きめぬぬ、マジで結婚して結婚するよ、今日は。僕らダイエットやば、この前のメッセージ。ただ、送ろうか。送ってください。言ったことないんだ、だって。何がいいかな、歌。何がいい、みんな。まあ、とか言いながらそんな歌えるものないけどさ。ビンゴ、ビンゴあった。ジャッキーさん、髪ありがとう。はい、じゃあ。ジニーさん、髪ありがとう。ビンゴにするね。ビンゴ！ワンツースリーフォー。ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた、ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ。
ですよ、ひーちゃん。あ、やばい、やばい。もう9時半だった、びっくり。ありがとうございます。ベジックスメッシさん結婚して、ありがとう、結婚しますよ。今日結婚の日なんで。そういえばさっきスーくん結婚くれたよね。ありがとう、結婚しますよ。結婚しますよ、みんな。結婚しちゃいますか、いびきと。ちょっと待ってくださいね。大事なこと。歌って踊るとアイドルのオーラがすげえ。本当？アイドルだから一応。私アイドルだから一応。普通にアイドルだから。いや、うざいよね、今の言い方。めっちゃ今の言い方めっちゃうざかったわ。まあまあまあ。ひーちゃんは。ちょっと待ってね。自己説明者、グーグー、ありがとう。ありが、ありが、とうとうとう。たたたたたた。だだってだってだ、あー、写真がね、最近ね、何もないんだよ。希望的リフレイン。あ、希望的リフレインはね、完璧に歌えないんですよね、ゆうき。知ってるけどね、全然。ちょっと待ってね。今日結婚の日？うん、違う、なんか休婚の日らしいよ。待って、アホ毛やばすぎてちょっとやばいんだけど、普通に。青毛やばいからどうしちゃおっかなっていう。アホ毛エグいですって書いておこうか。トゥトゥトゥ。前が一番最初に結婚しなげた後にひどかー。ひどかー。今日休婚の日やね。トゥ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 。あ、東京公演様とおめでとうございます。ありがとうございます。グリッチータンです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ズミさんなピューピュー、ありがとうございます。よマシよマシよ。うーん、ええ、え、マイハさんがボブ好きって言ってくれてます。いやー嬉しい、いやー嬉しい、ほんまに嬉しいんだけど、どうしよう。マイハさんがわざわざ響きでボブ好きってつい X で言ってくださってます。ほんまに嬉しいです。ありがとうございます。いやー嬉しい、嬉しいすぎる。ほんまにどうしましょう。うれしいたんですね。ほんまです。ありがとうございます。え、なんか歌おうかな。何がいいですか？ひまわり本当に歌いたい。ひまわりやりたい。
ひまわりマジで歌いたい。もうユニットひまわりしたいもん。ほんとにひまわり。マジひまわり好き。風に揺れるひまわりは、ひまわり大好き。古いバイクで、手と目印に、夏の近くで、君を連れて、ゆるい坂道の、途中で見えてくるよ。黄色い花火が、広がる大地。僕は何も聞かないよ。生きていれば、いろいろあるさ。嫌なことも辛いことも。そういう時僕はこの丘から一人眺めるんだ。めっちゃ歌いたい。君の中のひまわりはどこに咲いているんだろう。目指してた夢があるならちゃんと思い出すことさ。時に雲に隠れても諦めることはないんだ。憧れのその日差しはいつか君まで届く。ダン。ガードレールに腰をかけ並んでた。やがて夕日が影を作る。電線が震え、かすかに泣いていた。黄色い希望はそれでも立つよ。僕は何もできないよ。違うな。この景色を教えるだけさ。悲しみとか寂しさとか落ち込んでも君は自分自身で空を見上げるんだ。君が君であるために立ち上がるまで待ってるよ。星空のその向こうにもきっと太陽が待ってる。うわ、もう、本当にひまわり歌いたいです、響き。ひまわり歌いたいです。ひまわりの歌が歌が、ほんまに好きすぎて、ひまわり歌いたいです。日暮らし好きなんですけどね。日暮らしとひまわりがめっちゃ好き。アイドルはちょっと響き苦手なんですよ。最高かよ。いや、本当に。祈るように、腕に枯れてた。苦手、そう。アイドル苦手なんですよ、本当に。ああいうガッツリアイドル系はね、あまり私苦手なんですよね。ひまわりみたいで、ほんとほんとマネージャーさんにも、ひまわりっぽすぎて、ダメ、しないとか言われました。はい。もう、悲しいです、響きは。もともとひまわりと日暮らしだったのに。悲しい。悲しいですよね。ほんとに、でも、ユニットは全部やってみたい。ですね。多分できないけど。日暮らしが泣いてる場所、あなたにはわかりますか。暮れなずむ公園のどこかの木々の枝って、友達と思われてる。私だけ泣いていても、 あなたに気づかれない。日暮らしとかひまわりとかもさ、カラオケのあれば最高なのにさ、ないから悲しいな。なのでひまわり名前変える、変えない。
吉井さむさん、キラキラありがとう。ともあきさん、神ありがとう。ともあきさん、コバありがとう。釣りケースかわいいありがとう。吉井さんの方がある。いや、それな。いつかカラオケから配信だな。カラオケだったらさ、できるんよね。カラオケだったら、AKB のやつは歌っていいんだよね。じゃあ今度日々カラオケで配信しようかな。明日はスペイベだから29とか行っちゃいたいな。できたらやるね。できたらやるね。原点もある。わー、いやー行きたいね。だって AKB さんの歌は全部歌えるんだもんね。そうだよね。やば、絶対カラオケしよう。絶対カラオケ行くわ。一人でカラオケに行って、一人でみんなショールームしようね。ねえ、Gサウンドめっちゃあるよね。Gサウンド喉はね、だいぶ治ってきたんだよ。でもなんかね、でもなんかちゃんとね、ちょっと高すぎるキーのやつを歌うと歌えないけど。へえ、このカラオケ配信しよう。 AKB 以外もカラオケ全然ぜひ。 AKB 以外はね、多分ずっと続けない気がするんだよね。48以外ね。僕は何も祈るように、それが最後のキスだと出した。 Love you 竹内先輩 Homie Kiss me ドキドキしながらそっと手をつないでる。 Love you。いいね、ピアノでパソしてもらおう。それな、いいね、確かに。響き、何時から今配信してんだっけ。上がれ夕日が静かに泣いていた。大阪の帰り、ふがし歌ってきた。いいね。ちょっと聞きたいわ、それ。私は聞かせてくださいよ。ひがらし最高だよね。ほんと、ひがらし大好き。でも難しいよね、ほんと。難しいけど、ひがらし大好きです。ひがらし大好き。もう1時間。星を変えて、ひの MC も見てみる。いや、それな、ひびきの MC さ、あそこしかないから、1個しかないからさ。1個しかない MC、 1個しかしないからさ。そうだよね。で、響きもリペ編返しやりたいんだけどさ、いつしようかなって感じ。でもまだしないです。リペ編返しはしない。リペ編返しとかやりたいけど、みんなしてほしいとかあるの。返しはまだしないけどさ。カラオケ大好き。私も大好き。前まではめっちゃ歌えてたのに、なんか STU 入って喉を壊してしまいまして。明日広島最高気温11度。それはあったかいの寒いの、どっち。かすかに泣いていたっていう日がちょっと待ってるのに。でもそんなすぐすぐしたらさ、ね、あれだね。見て、こうやってさ、私黒なんだけど、なんかかっこよくない？昨日私男の人みたいな服装してて、それでね、これ男の人っぽいような服装してるよね。こうやって、なんか、こう撮り方をね、男の人みたいに撮ってやってたんですけど、下手だった。これ部屋っていうのダメですね。外でやないとダメですよ。ガードレールに一だけ並んでた。ひちゃな歌がしみる。ほんとリップ編じらす。いいじゃん。そう、リップ編じらしますよ。すぐすぐしないよ。
ざとカッコつけ、そう、わざわざカッコつけて撮ったの。あのね、なんか男の人がさ、よくさ、なんかさ、昨日の響の格好が本当に男の人みたいな、あの、格好だったのね。ちょ、見てほしい。え、見てほしい。あ、ちゃうな。これちゃうねんけど、本当に、待って、本当にね。昨日ね、違う、たちといてさ、お家で、いて、これさ、響き、響きの今日の学校さ、なんか男の人着てるよねみたいな。で、私、あの、なんだっけ、この、これじゃないわ。なんだっけ、この、iPhone のさ、あの、あれ持ってるからさ、ヘッドホン持ってるからさ、Apple のヘッドホンと、ニット帽と、黒のダウン着て、で、帽子つけたらもう男の人やんみたいな、なって、そういう服装結構好きなんですけど、もう男の人やんみたいな、なったんですよ、浜田響の中でね。だから男の人の撮り方を真似しようと思って、いや、ツイートしないよ。さすがにちょっと響下手くそすぎて撮るのが、全然うまく撮れんくって、なんか全然ダメだったんだけど、ちょっと、もう見てほしい。ちょ、待って。本当はね、メールとかに送ろうと思ったんよ。送ろうと思ったんだけど、あまりにちょっとひどすぎて送れないなっていう感じでした。あ、もうちゃーな。なんかもう撮り方が下手くそすぎてやってらんないかもしれない。下手くそ。あー、ちょっと鏡がね、ちょっと、埃かぶっててね、全然ダメだった。ちょっともう、結構キモいかもしれない。結構キモいんですけど、なんか見て、ちょっともう下手すぎてちょっと伝わんないんだけど、本当にアメリカって本当さっき送った昨日浜田日比を、そうね、リュウチから電話かかってきてよ。なに、何？うん。うん。お、来たよ。来たよ。8時ぐらいかな。うん。ほい。ほいほい。うん。電話したら？うん、いいと思う。電話しな。待って、もう、速攻に切られました。急に電話来て、リーチから速攻で切られました。てんてんてん。急いで、急にコラボしてます。いや、それでね、見た？ね、みんな。ボイッシュね。チャラくて何？チャラくて何？ほんまに、男の人意識して、こう、頑張って男の人っぽくしたんだけど、ちょっと難しいね、ちょっと。難しい、結構。なんか、むずいな。うん、ちゃうねんな。伝わらない。この伝わらないのが悲しい。姉ちゃん、愛し知らないんじゃない？普通に電話してきた。ちょっと急いでた。配信ひーちゃんで始める。え、リーチも配信してたの？待って、リーチも配信してたの？ねえ、おろい。リーチはミュートしてたんですね。こっちは大丈夫ですよ。ちゃんと内容がわからないように、あの、内容がわからない返信にしたので。面白い。今リーチも配信しながらしてるんですね。おもろいですね。マリーちゃん配信してたね、ほんと。響きをメガネかけちゃおう。おお。
響きもメガネかけちゃおう。だから配信中だと知らないで電話するコントはできそう。いやそれな、かすかに泣いていた。いや目分からない、目見えないじゃん、こうメガネかけちゃうとね。テテテテレテレテレ、かっこいい。ほんとこれもう100キロ頑張ってさしたんだけどさ、広いバイクが、あこれ送っちゃおう、メールにこれ送っちゃおう。メール送るからちょっと待ってね、メール見てね、みんな。メール取ってください。ちょっと響きね、2月から自分のメール取ろうと思ってさ、なんか送ったか送ってないか分かんなくなるからさ。自分の。ハーハーボレールに、チュッチュッチュ。じゃあメール取るのメンバーあるある。え、だから普通にさ自分でさメモにしてさ取ってけばいい話なんだけどさ、それはそれでめんどくさくてさ、だから自分のメール取った方が早いよね。その時に思った分をさ乗っけたいからさ。いや今度は言うなんか電話来たり、いやおもろいんだけど、ほんまに何知るの、ほんまに私に言うなん電話しない、なんで私に言うなん電話してくれないの。そうやって私に電話してくれないんだね、ゆうなは。価格変わってるやん。めっちゃおもろいんだけど、おもろいんだけど、おもろいんですけど、ゆうな響きにも電話してじゃあ、もしかして違うのに。爆笑なんだけど。本当に。マジで。え、今日ね、買ってきた服、まあまあ、可愛いんですよ。売れていたんですよね。ひゅー。あ、よし。よし。トゥトゥトゥル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 トゥ。ガードレールに何しよっかな、何しちゃおっかな、何しよっかな。言うて今日しないといけないことがまあまああるんですよ外しました。そう、今日しないといけないことがまあまああるんですけれども、はいはい、まだね、もうそろって響きのブログが上がると思うので、それもまだ考え途中なのでしないといけないし、明日スペイベントでファッションショーして明日の服をしないといけないし、まあ、片付けもしないといけない。お部屋の片付け、お部屋の片付けね、ちょっと汚くなってきたので皿洗いがちょこっとと、洗濯最近全然しなくて着る服がないんですよ、助けてください。洗濯するの結構苦手、なんか洗濯干すのが本当に嫌いなんですということ。なんかブログの順番戻ってない、気のせいか、ということ戻ってないって、ブログの順番変わってないよ。免許証、え、免許証更新はあれだった、今日は空いてなくて今日行けなかったんですよ。今日行こうと思ったんやけど空いてないから行かなかった。
配信のファッションショーしますよ。しません。だって明日来てくれる人に服装をね、先にちょっと見せしたいから。そうだからファッションショーしないんだけど、多分ね、いやファッションショーしたいよ、響きもね、ファッションショーしたいけどね、したいけど、明日来る人にね、なんかどんな服装するかなとかちょっと気にしてもらいたいから、ちょっとカメさん、ハッパありがとう。服がない時はなんだよ、なんだよ、なんだよ、まるまるってカメさん、ハッパありがとう。さっち上がったね、ね、響きも考えなきゃいけないんです。私もでもね、聞いてくださいよ、写真がないんです。写真がさ、今さ、今何、メールと X でさ、あれじゃん、あれしてるか、写真がね、あんまり写真をね撮るんだけど、いい写真がなくて、自分の顔がちょっとおぶすなのか、いい写真がなくてですね、どうしましょうって感じですよ。黄色いバイクがそれで、どうしようか、ボブ写真あるじゃん。そんなねないんだよね、なんかあんまり可愛く盛れなくて、せっかくなら可愛い写真がいいじゃないですか。今日の服はここ、肩がね、こっちだけ空いてるやつ、加工するしかかなみたいに一応。いや加工はしてるんだけどね、で加工しても自分の顔はキモいと言いますか、やっぱ自分の顔って自分で見るとブサイクじゃないですか。給湯身って言われて、浜地さん給湯身じゃないですよ、本当に。今日本当に、あ、見えなかったです、うん、くそ、終わりにしない、メール送ってください、送るよん。見て、響きのね、響き、あ、ちょっと汚い、響きの靴下、響きのスリッパ見せようとしたら思ったよりなんか汚かったんだけど、どういうこと。黄色いバイクが、黄色いバイクじゃないし、とにかくて、それで今日響きのスリッパです。響きのスリッパです、これ。よいしょ、あったかくて最高なんですよ。アンパありがとう、コメント来て、おいこちゃんはそんな出しないですよ。まだいいちゃんのボブ知らない方もいると思う、つろう、つられてください。マジでさ、本当に自分で思うんだけどさ、マジでボブに切ってよかった気がする。なんか本当に髪長い時ってね、なんか頭が重く感じたの。DMM とか見て。自分でね、一声。メールで返信できる、返信できるよ、メール返信できる。なんかね、アプリみたいなやつでしたら、なんか440円ぐらいするんだけど、アプリみたいなやつで、したら、響きに返信来る。私が見るだけだから、返信は、私は返信できないけど、かなちゃんが撮ったら、なんだっけ、かなちゃんが私に返信できる。そう。そうそうそう。そうなんです。でも私は返信はね、返せないから悲しいんだけど、返信返せるようにしてよって感じだよね。ユフー、佐藤さん、ラペさん、頑張ん。いいじゃん、靴下汚い。靴下汚くないし。スリッパだし。佐藤さん、キラキラ、ありがとう。お魚見たとき、ドキッとして、本当？嬉しい。じゃあ本当に髪切ってよかったよ。ロゴレツって、もうおまめに誘って、お話し会に呼び込む、来てくださいよ、皆さん、本当にもう。今日朝、おきさんがいいちゃんのこと話しました。なんてお話ししてらっしゃったんですか、教えてください。
目変身できるんだ。目の絵もできる。知ってるじゃん。跳ねた。一般確率で変身効果な。いや、それな。ね。なんかそういうのあったらいいのにね。え、最初とか来ました。いらっしゃいますよ、南光さん。おとといの一バズ見たらビッキー髪長って思いました。そうだよね。思う、私も。なんか、あ、キモいってなった。そう。生ヒーしか勝たん。そうでしょ。生ヒーの方が可愛いよ。なんたんさ、ラビュー。ラビラビー。もうお腹痛い。助けてみんな。お腹痛いから助けて。なぜか響きお腹痛くなってきたから。でん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 。幽体離脱は別世界。どっかにも一つの地球があって、時空のような軸が重なってしまったのか。てるさん人目の私やばい、これもう踊れないかもしれない。難しすぎる。ゆたりやつも本当に難しいから。うん、何言ってんの。叩き飛んでいた。ギャリーしか勝たん。好きは三期生はというコメントで、ひーちゃんが好きだと、おきちゃんさんが。そんなこと言ってらっしゃったんですか。それは絶対嘘ですよ。本当ですか。それ本当ですか。おー、聞き捨てがならない。最高じゃないですか。本当に言ってますそれ。本当に言ってる。マジで言ってる。そんな嬉しいことないから。そんな嬉しいことないですよ。もう私ちょっと、当 YouTube に見ちゃおうか。嬉しすぎるから。もう充電 20% だから、あと。やばすぎだから。いちきさん、看板、車検です。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。もう踊れないよね。踊れないかもしれない。すげえ、あんな難しい振り覚えてる。いや、もう本当に難しいから、本当に。次も踊れてないかと思った。まさかの、正面会ありがとうございます。ハクちゃんさん、こんにちは。あ、来てくれたんですか。ありがとうございます。いや、名前聞いてないよ、多分。ハクちゃんさん。ありがとうございます。来てくれたんです。ブブブブブ、ありがとう。レチータ。でも、4時間目、こっそりヒーレンから、あずみさんねんから見てた？ん？あずみさんねんから見てた？おきさん、前から言ってる。本当に言ってますか？本当に言ってますか？私は聞いてないです。本当ですか？本当ですか？くるくるさん、知ったんしませんよ。本当？本当に言ってる？聞きたいんです。いや、なんだっけ。なんだ？なんだっけ？奥さんとマイケルさんのスペースでは聞いたんですけど、そう。聞いたんだけど、そう、20% だからあとちょっとしたら終わるね。リップシーンの MV 作ってほしいなって。さんが、リア充の配信に実況配信した時に、ひーちゃんの名前が、どういうこと？ちょっと全然理解ができないんだけど。いや、めっちゃ嬉しいです。あずみさん、レンからみんな見ててね、嬉しかった。くるくるさんともっと仲良くなってしまう。結構仲いいですよ。もっと仲良くなれるように頑張りますね。大阪では、名前は熟書がじゃ、そっち飛行士さんの方、そっち、もうめっちゃこのハクちゃんさんの方かなと思った。そっちがあれか。ハニーちゃん、ありがとうございます。ハクちゃんさんで言っていただけると嬉しいかもしれないんです。ありがとうございます。ブーの飛行士まだ聞いたことあると思うね。で、次言うときハクちゃんさんで言っていただけるとめっちゃ嬉しいかもしれない。名前です。ゆかちゃんかわいいよね。ケニーラビュー。前にあきちゃんさん、ビジュがいいメンバーにひーちゃんあげてたから。ほー、それは知らないです。聞いたことがないんですけど。本当ですか。めっちゃ嬉しいじゃないですか。私全然ビジュかわいくないですけど。ほんまですか。もう嬉しい。あきさんにそんなこと言われるとか。私本当にあきさんのオーディション見てスティユー入ったので、すごくないですか。あきさんのオーディションに使えるやつをなんか YouTube で上げられてたじゃないですか。それ見て、めっちゃ、それ見て、そうなんだと思って、オーディションの時写真送ったから、そう。
サイカリンさんも言って、え、サイカリンさんも言ってるんですか？もう絶対に嘘。本当に言ってる？もう嬉しいですから、ほんまに。やっててよかった、おきちゃん。本当にね、おきさんの YouTube で私が合格したのかもしれないですよ。かけるさん、あたりがとうございます。エアチが催事してたら、おきさんがエアチの配信を実況配信して、ねえ、面白いんですけど。そんなことをやってたんですね。面白い。それ見ちゃおうかな、今日。エアチの配信、夕食で言えば、サラダって言ったら怒られたので、大事って意味って話しててね。どういうこと？クロさん、こんばんは。かきろさん、ありがとう。いや、ひーちゃん、一緒なんて言われたら、ひーちゃん、ボブリしたの褒めてた。ほんと？ボブいいって言ってらっしゃったってこと？おしろまさきさん、ラービー、ほんまに。今気づいた。今気づいた、おしろまさきさん。ヤンコバーズ気づかった。あきさん、卒業引き止めて。いや、ほんとに嫌です。結構ほんとに嫌です。卒業？なんか、ね、みんな先輩方が。卒業発表されていってて悲しい気持ちです。さやかりんさんがご飯と写真撮ること自体で、あ、そうなの？私が喋りかけちゃうからメイキがね、喋りかけちゃうから、さやかりんさん、さやかりんさん写真撮ってくださいって言っちゃうから。だって入ってからなんか、あ、写真初めて撮ったのがさやかりんさんとマイナさんだったからさ、ね。3期生みんな、X なんで？だってもうね、X、難しい。難しいですよ。1億人のバズるの投稿ね。あれ難しいよね。もちさ、このままできるさ、ナービュー。解くと、森に帰っちゃうから。森に帰っちゃう。次は阻止していびきちゃう。いびきが阻止できないですよ。手が卒業しようが、負けないで強くなってね。どうしよう、本当にさ、卒業って悲しいよね。でも卒業って悲しいことだけど、ある意味、また新しい人生にあと一歩、こう、行ってるっていう意味でも、すごい素敵なことではあるから。あれだけど。一向に卒業しないでくださいとは言えないですけど。バスコさん、こんばんは、こんばんは。コンプライアンスキャラになる。ならないです。レッスン、基本的に3期だけすることがあるね。どうかね、ほぼ3期かな。ほぼ3期で、僕隊の、最近はね、2.5 期さんと、そういうことが多いですね。2.5 期さんと3期で、レッスンやることが多いです。ほぼ、普通の正規メンバーの、先輩方と、レッスンすることはないですね。ほぼない。だから、コンサートとか、そういうのは、多少、ちょっとだけとかですかね。だから、あまりね、先輩方と一緒になることないから、悲しいです。フリスケさん、ハートありがとう。もう違ってきっと悲しくなる。フリスケさん、ハートありがとう。三期生だからか、返信。してくれるメンバー結構いる。どういうこと？返信してくれるメンバーって。リプ編ってこと？ヨシッコさん、こんばんは。じめまして。ひじかたさん、こんばんは。こうやくん、バイト中。おー、頑張ってバイト。頑張れ。頑張れバイト。頑張れバイト。ファイト。悲しいけど、先輩の時、空いたチャンスなんですよ。まだ早いですよ、浜田美樹。とりあえず STS で早いんですか、まあ、確かにまだね。でも先輩方の意思を引き継いでいくのも大事大事ですね。楽しくて成功してあげようかねって。明日に帝国生さんと生ニコ生でバトルの本間です。本間です。何をするんでしょうか。楽しみですね。ほんと楽しみですよ。明日楽しみだから見てくださいね、ニコ生。ヤスさん、神ありがとう。あんまり先輩と会う機会ないんだ。あんまないかもね。でも話し会とかはありますね。ミシェルボイスさん、ハート、ありがとう。いびきもいび、鬼に変化しない。ゆみきちゃん、切り替えるの難しいです。どういうこと？切り替えるの難しいですって。私たち頑張って、頑張ります。昇格しています。昇格します。昇格したいです。X の投稿、リップ編企画やってるメンバー多いな。多いね、確かにね。確かに。知ってるかもしれない。逆にひーちゃんの好きな顔の
メンバーは各機で。そんなランク付けしないで。ランク付けしないで。でも私は、ミツさんの、顔、お顔がすごい好きなんですよね。ミツさんのお顔がね、すごい好きなんです。そう、ミツさんのお顔がほんまに好きで。そうなんですよ。すごい好きなんです。顔がね、すごいタイプ。すごいタイプなんです、ミツさんのお顔が。最高級に。マイケルさん、ガンマン、てる。クルクルさん、投げ飛ばそう、投げ飛ばさない。長野は大好き、私。一番卒業で。あとで、ミホニーさんなんて記憶。あ、そうなの？噛めないんだね、推し。しないで。サンゴさん、ガンマン、こんなに推して卒業されたら。悲しいよね。クルシュ、ご飯さん、やー。やー、やー。まあ、推しは押せるときに押しとけってね、言いますもんね。普段からあまり人見知りはしない、あ、しないかな。するときはしますよ。大抵最初猫かぶります。2年前、同時期に推しさんに一気に卒業。それは悲しいね。おじい、誰の顔が好きですか？へぇ。難しいですね。皆さん美しいので。みちさん、3期生?3期？でもさっきもみんな可愛いからなぁ。ねぇ、めちゃかちいかもしれない。なんか、なんだろう、こう、言ううちにね、みんな可愛さが増してくるので、ちょっと難しいっすね。忘れるまでかなりかかります。忘れなくていいんだよ、推しは。名言、それな、推し忘れるときの推しときは名言だよね、ほんまに。猫かぶね、かぶるんですよ、私。ちょっとだけね。SHSTI さん、だるまありがとう。じゃあそろそろ終わろうかな。充電もそろそろなくなりそうなので。では、団長を読んでいきます。では、13位、はまこさん。12位、ほゆさん。13位、まるちゃん。ん？今何位？12位、ほゆさん。11位、まるちゃん。10位、MOTTON さん。9位、おぐりん。8位、福太郎さん。7位、森健にがさん。6位、つままやさん。5位、ともあきさん。4位、ひろしさん。3位、豊中のひろさん。2位、よしゆのみさん。1位は、小山内さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も来てくれて。ありがとうございました。以上、私、好きな人ができました。で、祝福します。どういうこと？ありがとうございました。今日も来てくれて。しーさむさん、ありがとう。こちらこそありがとう。小山内さん、ありがとう。こちらこそありがとう。ちなみさん、お疲れ様、ありがとう。今日もおしありがとう。佐藤さん、ありがとう。でこ、ありがとう。次回、スポンス帰ってこない時ほど悲しいことはないもんね。いや、確かにね。スポンス、悲しい、確かに。広島におります。そうなの？広島、会いましょうよ。明日はスペル楽しいね。楽しみます。ほんまに。ほんまに楽しみます。今日めっちゃ楽しかった。こちらも楽しかったよ。おちぽんおちぽんって。では皆さん、また会いましょうね。ありがとうございました。ではまた明日ね。ありがとうございました。バイバーイ。